お元気ですか？谷村新司です。2021年から始まった谷村の一人語り、このラジテレ、毎回もう気ままに話があっち行ったりこっち行ったりしながら、自由気ままに話していっております。まあ、皆さんの一日の中でこれ毎回、どんなタイミングでも聞けますから、皆さんの気分に合わせて、何回もいつでもどこでも何度でもこのラジテレ楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。さあ今回も、コーヒーでも飲みながらゆっくりと楽しんでいきましょうね。そろそろラジテレ始めてまいります。さて今回のテーマは100年です。5年10年のあの100年。100年というと、時代を振り返ってみると一つの区切り、まあ、世紀の変わり目でもありますよね。歴史は繰り返すなんてよく言われてますけども、その理由はきっと100年ごとに同じようなことが少し形を変えて現れてくるということかもしれません。かつて谷村は、4年間、BS 日テレで、地球劇場という音楽ドキュメンタリー番組をしておりました。この番組を作っていこうって、スタッフたちと話した時、その思いは一つ同じだったんです。それは100年後の君に伝えたい歌をフルコーラスでちゃんと残していく、それがこの地球劇場の番組の志でもありました。たくさんの方に、ご覧いただいて楽しんでいただけたんじゃないかなと思っております。これも、漠然とじゃなくて100年後、100年後っていうと、自分のもう孫の時代、孫の孫の時代、孫の次ぐらいの時代かも分かりませんけども、その頃に、生きてる人たちに、ちゃんと伝えるように、いい音源を残しておくっていうか、だからデジタル化が進んできた中だからこそできることっていうのかな、映像もすごく綺麗な映像で残せるようになったんで、ちゃんと残していこうという、まあ、100年前のライブラリーを、ちゃんとその頃の人たちは、あ、こんなことを歌ってたんだな、あ、こんな深い意味を詩の中に込めてたんだな、この人はこんな表情をした、こういう人だったんだって、なんかこうその時に振り返って楽しんでもらえればいいかなと、それを新しく聞いた人はかえって新鮮に感じるかもしれないな、そんな諸々のことを思いながら、4年間続けておりました。